おはようございます。さて、皆さんは人は誰しも誰かの役に立ちたいという欲求を根源的に持っている、このような話を聞いたことがあるでしょうか。これは心理学者のビクトール・フランクルが残している言葉になるんですが、言われてみると確かに、目の前で困っている人がいたら、自分にできることは何かないかなとか、なんかどんなことで困ってるのかな、どうやったら助けられるかなとか、サポートできるかなという、そういう頭が働くことは少なくないんじゃないかなと思います。なんか例えば職場なんかで、自分のチームメンバーから、実はちょっと困ってることがありましてとか、ここだけでしか言えないんですけどとかっていう、そういう話だし、そういう相談をされたら何と腕まくりして聞いちゃうという人もなんか少なくないんじゃないかなと思います。そうやって考えてみると、人は誰しも誰かの役に立ちたいという欲求を持っているというのは頷ける話なんじゃないかなと思います。で、それと同時にその不安もあると思うんですよね。助けたいという気持ちとか、誰かの役に立ちたいという気持ちは本当にあるけれど、余計なことを言って傷つけちゃわないかなとか、かえって状況を悪化させちゃうんじゃないかなとか、あと関わっては見たものの、本当にこれで役に立てているのかなという、そういう不安とか疑念みたいなものが生まれることも、それはそれで少なくないんじゃないかなと思います。で、こういう課題感、とか悩み感というのは、対人支援の現場でよく聞かれる質問というか相談だったりするんですね。コーチ、カウンセラー、あるいはコンサルタントをやっているけど、自分の介在価値って本当にあるのだろうかという、そういった悩みですね。なんか特に真面目な人ほどとか、繊細な気持ちを兼ね備えている人ほど、こういう課題感、困り感っていうのはあるんじゃないかなというふうに個人的に思っております。で、そのような対人支援職の方々からの悩みとか困りを聞いてみると、なんか自分のコーチングとしてのバリューを理解しやすいなということを実感することが多いんですね。だからコーチングでは当たり前と思ってやっていたけど、カウンセリングの中だと当たり前じゃないんだということを理解できて、ってことはそれってコーチングのバリューだよねっていうことが分かってくると、もちろんまた逆もしかりですよね。自分がカウンセラーさんに相談するときは、その相談する内容というのは、カウンセラーさんたちの専売特許だなというふうにいつも感じております。話をまとめると、今回は少し切り口を変えて、カウンセラーさんの方々から寄せられる質問に対して、人を支援することの本質は何なのかという、そこら辺に迫っていければなと思っております。そうすると、コーチングのバリューとか、専門性の違いみたいなものが、より明らかになってくるかなと思います。で、ピックアップした質問は、合計で14、5個ぐらいですかね。で、カテゴリーに分けると5つのカテゴリーになります。1つ目が、クライアントのケアについて、で、2つ目が、プロセス、進め方ですね、について、3つ目、サービス作りについて、4つ目、専門スキルの向上について、5つ目が新しい課題への対応について、この5つのカテゴリーで話して一緒に考えていきたいと思います。おすすめな方は対人支援職をされている方はもちろんのこと、なんか誰かを育成するとかサポートするとか、あとは誰かの役に立ちたい、特に対話でそれを感じる方に関しては、今後サポートする上でのヒントにつながることもあるかなと思いますので、今回のテーマについて一緒に考えていきましょう。パーソナリティはコーチング付けの日々を送る大阪屋です。それでは本題に入っていきます。まずクライアントのケアについてです。で、質問は3つですね。1つ目、過去のトラウマへの対応についてですね。カウンセリングではクライアントとの会話中に幼少期のトラウマや過去の辛い経験が話題に上がることがあります。コーチングでは過去より未来に焦点を当てるというふうに言われていますが、このような場合どのように対応されているのでしょうかという質問です。だからコーチングではどうやってトラウマに対応しているかっていう話ですかね。で、大きく言うと3つのステップで対応していますかね。まずはその経験を話してくださってありがとうございますと受け止めますと、やっぱトラウマ体験を話すのって勇気がいりますからね。で、次のステップとしてはコーチングでできることできないことを明らかにします。例えばこんな感じですかね。コーチングにおいてはその話を深掘りすることは難しいのですが、お話を聞くことはできますし、
その経験を今後にどう生かしていくか、そういったことを話すこともできますと。もちろん今話していてトラウマを思い出してちょっとしんどいなという気持ちがあるようでしたら、一旦コーチングを中断することもできますというふうに伝えます。だからこう選択肢を提示するということですね。で、最後のステップはその選択肢の中からこう決めてもらうということですね。いろいろ選択肢がありますと。で、その上でこの後時間をどのように使えると良さそうですかという質問を投げかけて選んでもらって、その後の時間の使い方を考えていくと、このような対応をします。ですからトラウマを直接扱うということは基本的にはしないですね。あと、そのトラウマを思い出したことによってそれにこう囚われているとか、こうすごくしんどくなっちゃっているなという、まあ、そういう状態が垣間見えるとしたら、なんかカウンセリングを受けることをお勧めしていますね。やっぱりそのカウンセリング領域はやっぱ、まあ、持ちは持ち派じゃないけど、やっぱコーチとしてはプロではないし、そのなんだろう、満足いくサポートができるかというとやっぱできないんですよね。なんか学校の先生とかで言うと、国語の先生がいきなり数学を教えたりしないですもんね。だから身の丈を知らずに何かを引き受けちゃうっていうのはプロの仕事ではないと思っているので、基本的にはこうできるできないを明らかにして、それでコーチングの中でできることを選択してもらうということですね。で、それがこう今やりたくないとしたら、一旦コーチングは中断するという、まあそういう着地になることが多いです。質問の2つ目ですね。メンタルヘルスへの配慮です。うつ病の回復期にある方から、キャリアの方向性を考えたいというコーチング領域に近いご依頼がありました。このような場合、コーチングではどのような基準で実施可否を判断されていますかという質問です。ですから、うつ病の回復期のある人から、こうキャリアの方向性、まあ、目標とかビジョンを考えたいと言われた場合、どうやって判断しているのと、どうやって進めているのというような、そんな相談内容ですかね。私はそのようなケースを経験したことはないんですけど、その後から判明したケースっていうのはありましたね。ですからこう、うつ状態から回復した人からの依頼というわけではなくて、普通にコーチングしていたら実はその病院に通っていましたみたいなことが分かったケースということですね。で、それちょっとこうザクッと話すとすると、ある継続クライアントとのセッション中に、実は昔カウンセリングに通っていたんですが、何も解決しなかったんですよね、という話をさらっとされたんですよね。で、その話を聞いて、あ、このまま進めていいのかなと。で、結局その解決してないで、だから、カウンセリングに通ったけど、何にもならなかったって言ってるということは、その人の中にある課題感っていうのは、なんていうのかな、癒されていないとか、こう、受け止めきれていない状態にあるという、まあそういう、想像がつくので、まあそこら辺を確認していったということですね。ですから、コーチングのアプローチって合ってますとかっていうのを、こう、ざっくばらんに話し合ったと。で、結果として、コーチングは中断するに至りましたね。その方がクライアントにとって望ましいですからね。やっぱこう自分に合った進め方ができた方が多分いいですからね。で、私としても普段はその 0-1 の挑戦を後押ししているので、やっぱり日々それなりにチャレンジフルなコーチングをしていると。ただ、そのクライアントさんに関してはこう辛いとかやる気が出ないという話を割とされていたんですね。だからこう話があんま噛み合ってなかった。たっちゃなかったんですよね。やっぱそれ早く気づくべきだったんですけど、やっぱ自分もしんどいし、クライアントさんも多分しんどかっただろうなと今思えば、そう感じます。ですからケースこそ違うものの、うつ病の回復期にあるとか、まあ、そうじゃないとかに関わらず、クライアントの状態が望ましくない、コーチングを受けるにあまりフィットしていないんじゃなかろうかということが、なんか分かった時点で、想定がついた時点で一回話し合うということはしますね。ただもちろんその事前に共有があったとしたら、主治医の先生とかカウンセラーさんのその許可とか、その実施状況みたいなものをこう確認してもらうことを最優先しますね。だから主治医の先生とかカウンセラーさんは何て言ってますかと言って、その確認した上でコーチングを進めていきますね。で、その上で進めていく中でも、なんていうのかな、もちろんその状態の起伏ってあると思うんですよね。コーチング全然こうできるぞっていう時もあれば、ちょっとコーチング合わないなっていう、そういう状態の時も多分ムラはあると思うんですね。で、そのムラに関しては、
なんか負の感情がなんか止めどなく出てきちゃうみたいな、なんかそういう状態にある場合は一旦話し合うと。逆になんかこうプラスの感情がこういろいろ出てきているぞという、そういう状態が続いているとか、そういう状態にあるとしたら、コーチングをコーチングとして進めていくかなという気がします。質問の3つ目、感情表出への対応についてですね。これはコーチングセッション中にクライアントが急に涙を流したり、強い感情が現れたりした時、どのように対応されていますかという質問です。これは前回か前々回のエピソードでも話した内容になるかなと思います。コーチングでも、感情の表出自体は自然なプロセスの一つとして捉えるので、基本的には、受け止めますよね。しばらく沈黙を共有して、気持ちが落ち着いたように見えたら、そこでもまあ待ちますけどね。で、待った上でクライアントが話したければ話すし、話したくなければ話さないと。だからこう、何かをするというよりは見守る姿勢が強いですかね。だからこう、何を思って涙が出たのか、答えを共有せず、話したければ話せるような空間作りだけをしていくみたいな感じですかね。で、その涙を流した時点では、どういう感情が出ているかもわからないので、だからこうゆったりと待ちながら話を聞いていくという感じですね。で、必要に応じてこのまま話進めますとか、一旦休憩しますみたいな確認をしてから、コーチングセッションの方向性を確認して進めていくという感じでしょうか。ここまでがクライアントのケアについてですね。で、2つ目のカテゴリーはプロセス、進め方についてですね。ここは質問が2つです。1つ目が未来志向の対話導入についてですね。カウンセリングでは、まず今の気持ちを聞いてほしい、過去の整理がつかないと先に進めないという方が少なくないです。コーチングのような未来志向の対話に抵抗がある方に対して、どのようなアプローチをされていますかという質問です。まずその今の気持ちを聞いてほしいという、その気持ち自体はわからなくはないですよね。今の気持ちを吐露することによってで、なんか前に進めることってありますもんね。一旦聞いてもらえたから前に進めるみたいな、そういう話ですね。まあそうやって考えると、コーチングでも基本的には話は聞きますよね。で、話す内容によってアプローチはちょっと異なりますね。例えばその気持ちを聞いてほしいの気持ちが不満とか、こうネガティブなもの、ネガティブというのは、こちらがネガティブかどうか判断するというよりは、クライアント自身がネガティブなものとして捉えている場合ですね。そういうケースについては、出し切ってもらうことを意識して、どんどん話してもらいますね。そうすると、すっきりできた場合は別の話題に移りたくなることも少なくないです。で、そこで言う出てくる別の話題っていうのは、だいたい未来につながる話題に、つながっていくことが多いですね。ですから出し切ってもらうこと、それでこうスッキリしてもらうみたいなことを意識して話を聞きますね。で、なんか満足とかポジティブに捉えているような話の場合については、なんか雰囲気を大事にしながら聞きますね。で、聞きつつ時々深掘りもすると。そうするとおのずと望ましい未来について語り始めることも少なくないですね。ですからまあ、いずれにしても聞くということはしますね。で、どんな感情について話しているかによってアプローチは少し変わってくるかなという気がします。ただ間違っても無理くり未来の話をするということはしないですね。あくまでクライアントが未来について考えたいな、話したいなという気持ちが芽生えること、それが自然に芽生えることを尊重しているという感じですかね。自然にというか、その対話の中でそういう気持ちに持っていくとか、持っていくっていうのはちょっと適切じゃない気がするんですけど、そうサポートしていくのもコーチの腕の見せ所というか、そういう側面はあるので、そういう意識を持ちながら聞いていくという感じですかね。で、その聞いていく中でクライアントの中に未来について考えたい、語りたいという、なんかそういう気持ちが自然とその中でこう芽生えたとしたら、そこから話していくようなイメージですかね。質問の二つ目、目標設定のプロセスについてですね。自分が何をしたいのかわからない、目標を立てることに苦手意識があるというクライアントが、カウンセリングの中でも少なくないです。このような方々に対して、どのように目標設定のプロセスを進めていますかという質問です。これについては、目標設定とか自己実現とかは、コーチングの得意分野
みたいなものなんですね。ですから、もしアプローチが難しいなと感じたとしたら、まあカウンセリングの中で難しいなと感じたら、信頼できるコーチにバトンタッチするのも、手っ取り早いというか、こう、より良いアプローチになるかなという気はします。具体的なアプローチの話をすると、目標設定は、こう、やればいいってものではないと。ですから、目標設定のプロセスをどう進めているかというよりは、もう一個手前の自己理解から、ここからが大切かなと思います。やっぱり曖昧な思考からは曖昧な目標しか生まれないですよね。まあ曖昧な思考っていうのは自己理解のことですね。で、曖昧な目標からは曖昧な行動が生まれると。で、曖昧な行動からは曖昧な結果が生まれると。まあそういう意味では、まず根っこの部分、自己理解から始めていくサポートをしていきますね。でそんな回りくどいことして目標設定しなくてもいいんじゃないのなんて思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、コーチングに限らずいろんな人の目標を見る機会が多いんですけど、もう経験則で9割以上ですかね。9割以上の方は、自分がこう目標を見させてもらった時に、あ、この人多分自分でも目標しっくりきてないだろうなとか、この目標設定だと行動続きにくいだろうなと感じるケースが少なくないですね。少なくないというか、9割以上ありますね。で、なんでかっていうと、その根っこの部分からこう作っていないような目標だったりするとか、そういうのがこう垣間見えるからですね。ですから、こう自己理解のサポートからしていくのが、おすすめというか、こうコーチングではしていくかなと。ただここもかなり技術が必要なところではあるので、カウンセリングの中でそれをやるのはちょっとむずいなとか、ちょっとこう専門性がずれているなとなった場合は、コーチに頼っていただくと、バトンタッチしていただくといいかなという気はします。で、カテゴリーの3つ目ですね。サービス作りについて、こちらは質問が1、2個、2個ですね。一つ目、料金設定についてですね。カウンセリングとコーチングでは一般的に料金体系が異なると認識しています。コーチングの料金設定において重要視されている要素は何でしょうかという質問です。なんかあんま考えたことないことを聞かれた感じがしますね。なんかそんな違うものかという認識はしていないんですけど、あと、コーチングって一般的にこういう風に値付けするよっていうのも多分あんまりないような気がしているので、あくまで私がどう考えているかっていうのをシェアしていきたいと思います。結論としては、こう、人生とかキャリアに与えるインパクトの大きさ、そこで起こり得る価値の大きさを想定して、価値として、値段か、としてつけていますね。コーチングで言えば、その目標達成とかビジョン実現を仮にしなかったとしても、成果や実績が仮に出なかったとしても、あらゆるスキルが身につきますよね。わかりやすく言えば、こう自分の人生の主導権を握るスキルですよね。セルフコーチングのスキルですよね。あと自分を思い通りに動かせるスキル。これセルフマネジメントスキルですよね。こういったものがまず身につくと。もうちょっと細かく言えば、目標設定、目標達成のスキル、課題設定、課題解決スキル、習慣化のスキル、行動の仕組み化などいろいろあるかなと思います。で、こういったスキルとか、コーチングを介して身につくものっていうのは、不可逆性があるんですよね。つまり、一回なったら元に戻らないという性質ですね。多分、こう皆さん自転車に乗れる方が多いと思うんですけど、一回自転車に乗れるようになっちゃったら元の状態に戻すことってできないですよね。だから乗れなかった頃にその時の状態に自分を戻すことってできないですよね。乗れちゃうから。それと同じ感覚ですかね。で、そういったベースのスキルが身につくと同時にプラスアルファでオプションとしていろんな目標が実現したりとか自己実現につながっていくという感じですね。少し私の話もすると、26歳の時に初めてコーチング受けたんですね。で、その時のことを考えると、もし AB テストができるとしたら、だから、コーチングを受けた人生が A だとして、コーチングを受けていないとか、コーチをつけていない人生が B だとしたら、その B の人生を歩んでいったとしたら、今も誰かに自分の人生のハンドルを握られていただろうなぁと思いますし、なんか自分のことを思い通りに動かすということも全然できていなかっただろうなというふうに思います。だから自分を動かすことができないということは、思い通りに動かせないということは、自分の人生も思い通りにならないですよね。
でも実際の人生はそのパターン A の方に行ったと。26歳の時に自分にコーチを初めてつけていろんな挑戦をしたと。でその時に使ってた手帳をたまたまこの前見つけたんですけど、なんかその手帳の中に将来の夢っていうのを書いていたんですね。だから26歳の時に思い描いてた将来の夢ですね。で当時は本当に夢物語だと思って、なんか思いつきでいろいろ書いてたんですけど、その夢物語だと思っていたことがなんか今はこう日常になっているんですよね。例えばこう時間にとらわれず、場所にとらわれず、あの生活するとか、こういつでも旅に出れるなとか、あと自分の好きな人とだけ付き合っていけるとか、あと会社を経営してこう仲間たちにこうフィーをお支払いできているなと、まあ、社会にいろいろ貢献できているなと、あと個人としても素晴らしいバディたちに囲まれているなと、伴走させてもらっているなと。でこれって本当にそうできたらいいなっていうのを26歳の時に思い描いていたんですよね。それがまさに形になっているなと。でここら辺って主にこう実績とか成果にあたる部分なんですけど、でこれを実現するためにはやっぱセルフマネジメント能力、自分を自分で思い通りに動かすとか、自分の人生のハンドルを自分で握れるようになるとか、やっぱそういう能力が身についたからこそできたなと。やっぱこう立ち返るとコーチングを受けた受けてないっていうのが一番大きな分岐点になっているかなと思います。で話ちょっと長くなっちゃったんですけど、脱線しちゃったんですけど、まあそうやって考えてみるとコーチングの投資回収期間っていうのは一生あると。コーチングを介して受け取った恩恵というのは今後の人生でも続いていくと。そうやって考えてみると1回半年の契約でコーチングを受けるとしても2、300万とかでも違和感はないんじゃないかなという気はします。例えば初めて受けたコーチングが300万だとしても、そんなのとっくに回収できているので、そういう意味では全然安いかなという気はします。ただ、じゃあいきなりその300万とか200万とかっていう金額に設定するかというと、やっぱしないっちゃしないんですよね。なんでかっていうと、コーチングを受けてる人であれば、その価値は実感できると思うんですけど、コーチングを受けたことないよっていう人からすると、ピンとこないからですね。ですから、こう、人生の投資として捉えられるようなこうフィーを設定しているという感じですね。だから、こう、価値を考えた上で、これぐらいの価値はありそうだなと。で、そのクライアントの立場とかを考えたときに、自己投資としてそこに投じられる金額っていうのをこう想定してフィーとして設定しているということですね。で、これちょっとまた余談になっちゃうんですけど、まあこれすぐ終わります。と言いつつな話なんですけど、自分のフィーって自分の経験から考えると多分めちゃくちゃ安いんですよね。だから10年やってて、だから3000時間以上コーチングしていると。そういう意味では今、設定しているフィーから考えると、なんか倍以上でもおかしくはないかなというふうに、そう思っていますね。それはクライアントさんたちのこう変化とかを見ていても、そういうふうに感じることは、なんか少なくないかなという感じですね。まあ、ただ一つのサービスとしてね、提供しているので、今は統一して、自分がとかじゃなくて、まあ、コーチたち、みんなとして、このぐらいのフィーがいいんじゃないかっていうところを設定しているという感じですね。で、ちょっと余談が長くなりましたが、次の質問いきたいと思います。契約期間の設定についてですね。カウンセリングではクライアントの状態に応じて柔軟にセッションの期間を設定することが多いのですが、サポートする期間のことですね。コーチングではどのように契約期間を設定されていますかという質問です。これはコーチングでも近いですかね。クライアントのニーズによって変えていますね。まあ、プランで言えば3つ大きくありまして、最短3ヶ月、標準的に6ヶ月、長期的なビジョンで1年という、まあ、そういうイメージですね。ただ実際は継続される方が多いので、平均3年ぐらいですかね。で最長で7年半ぐらいですね。ですから、まあ、結論まとめると、クライアントのニーズに応じて、柔軟に設定できるようにしているということです。で、このカテゴリーの4つ目ですね。専門スキルの向上について、スキルアップについてですね。これは質問が2つですね。1つ目、アセスメントの方法についてです。カウンセリングでは初回面談の時に体系的なアセスメントを行っています。コーチングではどのようなアセスメントを実施されていますかという質問です。
皆さんコーチをやられている人はアセスメントってやられていますか？まあそういう話は聞くんですけど、一般的にコーチングの中で決まったアセスメントツールっていうのはないような気がしますね。で、個人的にどうしているかというと、個人的にはそういうのはやっていないですね。なんか、まあアセスメントっていうとちょっと広いんで何とも言えないんですけど、広域に解釈できちゃうんで、ね、何とも言えないんですけど、例えば、いわゆるアセスメントツール、だから自己分析ツールとして使われているようなソーシャルスタイル分析みたいなありますよね。なんかそういうものをアセスメントツールとして捉えるとすると、やっぱりこう、コーチングで考えると、やらない方がいいかなっていうふうに思うからやらないですね。もしそういう自己分析ツールみたいなのもやってもらったとすると、で、やってもらったとしたら、クライアントもコーチもクライアントの可能性を決めつけちゃう可能性があるんですよね。例えば、クライアント自身が自分は安定型だから、起業とかには向いていないから、安定系の仕事をどうやってやっていくかを考えていきたいと思いますみたいな。なんか本当は起業したいけど、気質が安定型だからそれをやらないみたいな判断をしちゃう可能性があると。それってもったいないことですよね。やりたいんだったらやった方が絶対にいいですからね。で、こう、気質とか向き不向き以前にとか以上に、そのやりたいという気持ちに勝るものってないですからね。で、今の話はあくまで、クライアント視点の話なんですけど、コーチもクライアントの可能性を決めつけちゃう可能性があると。ですから、このクライアントは分析型にカテゴライズされるから、多角的に分析をしながらコーチングを進めた方がいいかなというふうに、そういうふうにこう決めつけてコーチングの進め方とかサポートをする可能性があるということですね。でもその分析できることとできないこともあるし、その直感的にこれやりたいって思ってることをあえて分析しちゃったら萎えちゃうこともありますよね。気持ちが。そういう意味では、なんか安易に人をカテゴライズとか分析するのでは、自己分析で分析型ってちょっとややこしいですけど、人を型に当てはめるのではなくて、もう、まっさらな目でクライアントと接する方が大切かなというふうに思います。もちろんそのアセスメントとか自己分析って言っても、傾向の把握としてやるものだと思うので、あくまでこういう傾向があるからこうしようみたいなことは、なんかそういうふうに捉えられればいいとは思うんですけど、人は一般的に、まあ、人のこととか自分のことを一般化しやすいという傾向が、まあ、それこそ傾向があるとされているので、まあ、余計な情報は入れない方がシンプルにコーチングできるかなという気は個人的にしております。なんていうのかな、だから、ちょっと例えがずれるかもしれないんですけど、なんかビール飲むときって、なんか何も口に入れずにビール飲みたいですよね。だから、ビール出てきてちょっと水を一口飲んでからビール飲んじゃったらなんかビールの味がちょっと減退しちゃう感じがすると思うんですよね。ちょっと伝わるかな？あ、じゃあちょっとでもジャンルが違う例えになっちゃったかもしれないんで話半分で聞いてほしいんですけど、まあ、なんかそんな感じですね。なんか混じりっけなしでバディたちと接したいということですね。で、カテゴリー4つ目の2つ目の質問ですね。マインドフルネスの活用についての質問ですね。近年カウンセリングではマインドフルネスを積極的に取り入れています。まあこれちょっと補足必要だな。カウンセリング業界ではマインドフルネスを取り入れているという話ではなくて、質問いただいた方のカウンセリングではマインドフルネスを近年取り入れているという、まあそういう理解をした方がいいかなと思います。で取り入れています。コーチングセッションにおいては、マインドフルネスの要素、括弧、呼吸法、ボディスキャン、マインドフルな質問など、括弧閉じをどのように活用されていますかという質問です。ちょっとわかんないことがいくつかあるんですけど、マインドフルな質問っていうのがちょっとあんまりピンときてはいないんですけど、まあ分かったつもりになってそれなりに答えようと思います。まあ、コーチングセッションにおいて、で、コーチング業界ではどうかっていうのはわからないので、あくまで個人的な話をすると、意識的には取り入れていないですね。ただ、結果的に取り入れているといえば取り入れているケースもあるかなという気がします。例えば、クライアントさんに何か気がかりがある状態でコーチングをしようとすると、なかなか進んでいかないんですよね。
だから今ここにフラットな状態でいてくれた方がコーチングは進めやすいと。そういう意味ではコーチングの冒頭にクライアントの状態を確認した上で、あまりかましくない状態にあるとしたら、それが想定できるとしたら、コーチングに集中できるように息抜きをしたり、リラックスすることを促すことはありますね。ただ、マインドフルネスの、トレーニングを受けているとか、勉強しているとか、なんかそういうことはないし、プロフェッショナルではないので、それをスキルとしてレクチャーしたりとか、こういうのやってみましょうみたいなことを、大々的に提案することはないですかね。で、カテゴリーの5つ目の質問です。大きく2つですね。1つ目、世代間ギャップへの対応について。最近若手の社員、Z 世代のメンタルヘルス相談が増えています。彼らの価値観や働き方に対する考え方は、従来の世代とかなり異なると感じています。コーチングの現場では、このような世代間ギャップをどのように捉え対応されていますかというご質問です。結論は、Z 世代だからとか、こういう世代だからと言って、なんか特別な対応をしているということは一切ないですね。もちろんその世代別の傾向というものがあるかないかで言うとあるとは思うんですけど、コーチングでやることがそれで変わるかというと変わらないですね。やることは基本的には一緒ですと。その人が何をコーチングに求めているのか、期待しているのか、そしてその人が人生やキャリアで何を大事にしていて、何を実現したいと考えているのか、これを明らかにして、それを形にしていくお手伝いをしていくと。そこは変わらないので、世代で変えるというのはないですね。むしろその世代でカテゴライズして変えてしまったら、コーチングじゃなくなっちゃうと思うんですよね。コンサルとかメンタリングに近くなってくるかなと思うので、そこら辺は何もしないですかね。で、質問の二つ目ですね。オンラインセッションの工夫について。コロナ禍以降、オンラインカウンセリングが一般化しました。非言語コミュニケーションの把握や信頼関係の構築に難しさを感じることがあります。コーチングのオンラインセッションではどのような工夫をされていますかというご質問です。こちらは多分カウンセリングでもコーチングでも共通する部分かなと思うんですけど、セッション開始前の環境づくりを重視していますかね。例えば、クライアントには事前のアナウンスとして、リラックスできる場所を確保してくださいねとか、落ち着いて話せるような場所を用意してくださいねと事前にアナウンスをしています。だから騒がしい場所じゃなくて、自宅とかシェアオフィスを借りるとか、そういった感じですかね。で、やっぱそういう環境を自分で用意できるという意味においては、信頼関係の構築はしやすいような感じはしていますけどね。例えばコーチが用意した場所とか、あるいはクライアントが用意した場所に向かって話をするとするならば、ちょっとお互い緊張感が最初ありますよね。なんかその空間に慣れるのにエネルギー使うっていうんですかね。でもオンラインセッションだった場合、自分の好きな環境でコーチングを受けられるっていう意味で言うと、お互いリラックスした状態から始められると。ですから、なんかそこまでアイスブレイクに時間をかけなくていいという意味では、割と信頼関係は築きやすいような気がしますけどね。ですからカウンセリング、この質問いただいた方に関しては、自分のお気に入りの環境で受けてくださいねとか、リラックスして受けられるように自分の好みのなんか飲み物とか片手に受けてくださいねみたいなことをお伝えしてから、コーチングじゃなくってカウンセリングをすると、割と信頼関係は築きやすいかなと思います。あと、オンラインならではの利点としてよく使うものは、やっぱ画面共有機能とかですかね。よく使いますね。これは自分が使うというよりはクライアントさんがよく使ってますね。自分もぜひ使ってくださいね、使いたかったらどうぞというふうに伝えているからですね。そのツールを使いながら近況報告とか、今後のビジョンについて、なんかこんなところに行きたいんですよとか、こんなところに行ったんですよ、こういうのを実現したいんですよっていうのを、その場で共有できるっていう感じですかね。でもそれ対面でも別にできるか。お互いパソコン出して、こういうことやりたいんだなっていうのは別にできると思うんで。オンラインに限った話ではないですが、そういうことを使うことも、信頼関係の構築につながるかなという気はします。という感じで、多分質問としては15か16ぐらいいったなっていう感じです。で、最後簡単にまとめると、
心理学者のカール・ロジャースの言葉の引用になるんですが、人は誰もが自分自身の人生の専門家であるということを言っているんですね。この言葉に関してはカウンセリング・コーチングの両方の領域に通ずる部分が多いかなと思います。ですからカウンセリングにせよ、コーチングにせよ、そのクライアントがこう自分自身の人生の専門家として輝けるようにサポートをしていくというところはまず共通点としてあるかなと。ただコーチングとカウンセリングではやっぱ専門領域が異なりますし、で、ちょっと領域が変わるだけでもできることできないこと、まあできるできないというよりはこうバリューを発揮しやすいしにくいというものがこう生まれてくると思うので、そこのなんか境界線みたいなのはこうそれぞれがこう把握した上でなんか専門家にバトンタッチしながら、まあその人がだからクライアントがこう自分の人生の専門家として輝けるようにサポートしていくという形を取れるといいのかなというふうに思いますね。自分で話していても、あ、やっぱりなんか身の丈に合ったことを、いや、身の丈に合うというか、自分のプロフェッショナルな部分を発揮できるところで、バリューを発揮していこうということを強く思いましたね。皆さんも今回のエピソードを聞いてみて、なんかこう、こんな気づきがあったなとか、そういう考え方があったのかという、まあそういう気づきがありましたら、ぜひコメントメッセージいただけたら嬉しいです。あとはもちろんこういうケースについてはどうなんだろうという、こう、さらに疑問が深まった場合についても、それもシェアいただけたら嬉しいなと思います。なんか今回のように、こう、一問一答系のような形式でポッドキャストをこう喋るのって、意外とやりやすかったりするので、質問とかたくさんいただけた方が、助かりますので、ぜひ気軽にコメントメッセージいただけたら嬉しいです。あと皆さん、フォローしていただけると嬉しいですというふうに、最近お伝えしていると思うんですけど、本当にフォローしていただいてありがとうございます。着々とフォロワーさんが増えて、より多くの人にこのコーチングラジオというコンテンツをお届けできる、まあそういうきっかけになるかなと思っております。で、最終的にはやっぱりコーチングのコミュニケーションインフラ化を目指して、まあ日々の発信もしているので、シェアいただいたりとかフォローいただいたりコメントメッセージいただけるととっても励みになりますので、引き続き応援していただけると嬉しいです。ということで、今朝とか日中に聞いてくださっている方は良い一日をお過ごしください。今夜寝る前に聞いてくださっている方は素敵な夜をお過ごしください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。